皆さんこんにちは、爆発サザエです。前回の動画、ダーハン山林道探検、自分では今一歩だと思っていたんですが、思いのほか好評でした。ありがとうございました。前回に引き続き早送り動画を作ってみたいと思い作りました。新平市から台北市へ向かう14キロの道のりをお楽しみください。このまんままっすぐ進むと台北駅の前へ出るんですが、駅の前を混雑を避けさせる意味なのか、まっすぐスクーター走っていくことができません。そんなわけで裏側へ回るような形で走っています。この辺から雨が降り出しまして、ちょうど高架下を走っていると濡れないんで、みんな高架下を走っています。信号待ちの時間の間に皆さん手慣れているのか、カッパを素早く着て信号が青になると同時にダッシュしていきます。かなり強く降ってきました。
夕方になると雷雨になることが多いんですが、やはり日本と違って雨量が半端じゃないです。ではまた次の動画でお会いしましょう。